塩沢美香子堂 765MAX 木曜日の気になる人木曜日の 765MAX です毎週この時間は私が気になる人をゲストにお招きしましてお話を伺っています今年度から中学校ではダンスが必修化されまして注目をされていますそんな中 今月の二十七日に甲府駅北口のよっちゃばれ広場でダンスのコンテストが開催されます。今日はこのイベントを主催する宮崎ひかるさんと矢崎文彦さんにお越しいただきました。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。お,ますお二人いらしていただいたということなので、まずはそれぞれ自己紹介を <laughs> お願いしたいと思います。<laughs> はい えと僕矢崎といいまして、えー、個人的にもダンスのストリートダンスのイベントなんかも開催したりしていましてでまあ個人としてもダンスいろいろ日本全国飛び回ってバトルですとかコンテストですとかあとまあ,あの教えにも行ったりしたりで県内でもまあ若干教えていたりするんですけど、まあ、まあ会社 勤めしながらやってるんで僕の場合は、はい、といった感じな、えー、まあ動ける中年といった感じですね。<laughs> 今おいくつですか？今三十九歳です。三十九歳。はい、ダンスはいつからスタートしたんでし？えっと十八歳の時ですね。大学生入ってすぐですね。ああ<ー>、はい、なるほど矢崎さんです。はい。そしてえっと宮崎ヒカルです。えっ、ー、と僕はあの宮崎さんからあの大学生の頃にダンスを教わって今同じチームで 活動してるんですけどコンテストが出たりしてで結構こう勝つこととか、えー、こうあったんで今はダンスのインストラクターとして頑張ってますいろんなとこ甲府の甲府山梨県内ではい教えをやってますん大学生の時に矢崎さんに教わったっていうことは宮崎さんは若い僕よりは若い僕よりは若いということで, <laughs> ですか 33歳十三うことということですね。はい、よろしくお願いいたします。ますえー、宮崎さんと矢崎さんなんですがダンスチーム今ちょっとお話にも出てきましたけれどもダンスチームゲロッパのメンバーでして県内外のダンスコンテストに出場するほかダンス教室などで講師としてもご活躍中ということでございます。で、まあ、お二人今回ちょっと面白いイベントを企画されました。 甲府駅の北口のよっちゃばれ広場でダンスのコンテストということなんですけどはい、はい、なぜまたこういった企画を思いついたんでしょうかそうですねまあ多分映像とかでは多分皆さん今は割と、まあ、ゴールデン番組でも今やってますけれども見ることはあってもやっぱ間近で見るってことはそうそうないと思うんですよ。そそそううう言われれるとか<際>かもししないですそうですねだから実際その何でしょう うん、若い子からその僕みたいなその中年ぐらいまでの人たちがこう踊ってる姿 <laughs> 本格的に踊ってる姿っていうのは多分見たことないと思うんですよ。はい、でそういうのがやっぱ、まあ、他県では割とそういうショッピングモールだとか駅の前とかステージができてっていうのはあるんですけど山梨って割とそれがなかったんで今まで、えー、だからそういう場がせっかくこういう話をいただいたんでそれだったら。 そういうみ,すみんな、なんて言うんでしょう、普通の人たちにの目に触れる場所で、なんかこう、ストリートダンスというものはこういうもんなんだよっていうのをまあ見てもらえたら、割とちょっと、こう、不良がやるものとか、ちょっとその、怖いイメージっていうのが多分、ダンスだったり、もちろんクラブとか、そういうものもそういうふうに感じられるんで、はい。まあ、ダンスはね、一言で言いますけど、いろんな種類あります,りますからね。だから、まあ あのー、そうですね今言ったように、うん、ダンスって言って「何やってんのダンス?」って言ったらその「社交ダンス?」とかって大概言われたりするんでそういうのも、まあ、ちょっと払拭したいっていうのもあるので、うんはい、まあ普通の人たちにもそういう見てもらえる場所ということでしかもお昼だったら特に駅だったら往来もあるので、はい、人のまあ普通に、まあ、見ていただけるチャンスなんじゃないかという。 十二時半からですもんね。そうそうそう、ね、もう昼真っただ中。で <laughs>、<laughs> 今回は、まず、あの、見ることもできるんですが、はい、なんか参加することができる。できます。ってことなんですね。はい、これは、つまり、一般の方から出場者を募るということで、はい。そう、よろしいんでしょうか。うはい、もうプロ、あ、ま問わず。だから、全然、あの、プロで活躍している、その、まあ、もちろん、光るみたいな、そういうインストラクターでやってる人たちも出てもらってもいいですし。全然、やり始めの。もう。 最近もう中学校でもやり始めたってで先ほど言ってましたけども化ですその中学校で習ったことをそのままそのステージで披露してくれても全然 OK なわけですね。い <laughs> いいかもしれませんね、うん、はい それオッケーだと思います。だからもうそれを学校単位で来ていただいても全然オッケーなんですね。あ、そうなんだ。何々中学校みたいな感じ、で何年何組みたいな感じで来ていただいても全然オッケーなんです。あの発表したくてうずうずしてる。そうですね。小学生も行かむこと言いますね。そういう感じです。いいですね。年齢制限ないんです。ないないです。だからもうそれは先生たちだけでエントリーしてくれても全然オッケーなんですね。はいはい。あとはえっと人数とかの制限ってあるんですか？ 二名以上ってことね。はい。二名以上ならもう上は上は全然あのあステージに無理切りで、最悪下で踊っていただいてもいいんですけどね。なるほど。はいもう二名以上だったらどうぞということなんですね。それが参加資格ということになります。で今回コンテストなのでつまり審査員の方もいらっしゃったりするわけですよね。もう日本では。 まあ屈指のというかもちろんその僕らみたいなそういうストリートダンスをやってる人たちはもう知っている面々、えー、がジャッジ審査員を務めます、はい、でそれ3名いまして 1>、はい、で1人目がえっ、ー、としんじといいまして、えー、と甲府のスタジオビートサーフというストリートダンスのスクールがあるんですけれども。 そこのまあえーっとまあオーナーというか経営されている方でまあ自身でもえまあテレビ今のゴールデン番組にもちょっとキッズと出ていたりする方ででまあえっと東京のセブンダウンエイトアッパーというそのちょっとカリスマ的なチームがあるんですけどそこのリーダーを務めています。彼が山梨とちょっとゆかりがあるのでえ今回審査員を務めてもらうのがまず一人と。 それともう一人は隣の長野から松本からえちびゆりちゃんという方でえ彼女はもともと東京で大学に行っていましてで向こうで結構ブイブイ言わして今地元に帰ってきている。で最後がえもうまさにメイドイン山梨が誇るもう日本が世界に誇ると言っても過言ではないまあドラゴン。 まあ本名は山口っていうんですけど、<laughs> ドラゴンがえーとまあゲームで言うとえ回ったりする方ですね。<あ>頭で回ってくる,くる回る,くる,くる回ったりする。はいはい、彼がですね、えーと今回えジャッジを務めてくれまして、彼のチームがですね、今回そのドラゴンだけではなくて、えーと山梨のメンバーがその3人いるんですね。ドラゴンの他にウィングっていうのと。 それでドラゴンの弟のドーベルマンっていうのがあして <laughs> 名前がそうそうまあ強そうな名前を彼ら選んだみたいなんですけども <laughs> その3名にプラスアルファで今回どうやらえその正規のメンバーもえー何名か3名か2名ほどえ急遽追加になる可能性がでかくなってましてでその5人か6人で今回賞をしてくれるへえでも彼らも今え今年も世界大会にも 1>, え1回韓国で行われた R16 という世界大会にも出てえで今度も11月にあのイギリスで行われるロンドンで行われる u k b ボーイチャンピオンシップというのにも日本代表としてえ出るクルーなので。 ぜひ、まその辺も見どころといった感じですね。そうですね。はい、審査プラス見どころがあるということになります。ますはい、で、審査をされるということですから。え、まあ、優劣というとはなんですけれども、はい、そういったものが付けられるということになりますか。ってことは、なんか商品とか、<あ>なんか、そういうのも期待してもいいんですか。あはい、あそうですね。はい。そうですね。あの、紫スポーツさんが今回、あの、協賛いただいてるんですけど。えー、っと、他にも、あの。 紫スポーツさんのほかに30社ぐらい協賛、はい、会社から全社、えー、から商品がこう入賞者には送られるということになっています全社から商品が送られるすごいですね、はい、これぜひ出ていただきたいですね 問い合わせはどちらにすればよろしいでしょうか。はい、えー、っとコンテスト今回あのフューチャリズム一番という名前なんですけど、はい、えっとそのコンテストのえー、っとホームページがあるんでそこにアクセスしていただければあのコンテストの詳細とエントリー方法が書いてありますので、はい、そちらにお願いします。フューチャリズム一番。はい、わかりました。あとホームページのアートフェスタ熊谷の。 ダンスコンテストと,という形で、えー、検索していただければあー、Google とかで検索していただければ一番トップに来ますんで、はい、えー、アートフェスタ久ヶ浜ダンスコンテストではい、はい、検索していただければ、えー、いいと思います。はい、はい、それでは改めましてイベントの日時を教えていただきたいと思います。はい、宮崎さんお願いします。はい、ええー、と10月27日土曜日、えー、12時30分からえー、っと神戸駅北口よっちゃばれ広場にて えーとストリートダンスコンテストフューチャリズム一番を行いますよろしくお願いしますえ参加ももちろんよしそして見に行くもよしということではい観戦は無料です無料なんだはいぜひあのこちらにも来ていただきたいとそんな風に思いますでは最後に二人にとりましてダンスの魅力を一言ずつ伺いたいと思いますまず矢崎さんはい なんでしょうその自分が踊った後に拍手をもらえて中には踊,踊り終わって控室とかにいる時に「感動しましたと」とまあ嘘のない言葉で言ってもらえるってことがその人に感動を与えるってことが自分ができているというのがなんかこう何でしょう別に芸術家ぶるわけじゃないですけどなんかそういう部分でなんか人の役に立ててるという実感が湧く時が得 時々あったりするんでだそういう面ではちょっとなんかもうやめられない感じになってきてますねダンス自体は。はいかがでしょうか、はいえー、と僕もまあ同じ感じなんですけどいろいろ魅力はあると思うんですけど僕あのインストラクターしててあのダンスのレッスンに今下が4歳ぐらいの小さい子から上が70歳代の。はい 方まで来てててくださっててであとアメリカとか中国フィリピンインドとかあの外国の方も結構レッスンに来てくださってて、えー、とそうですね発表会の時とかそうやって年齢国籍超えてみんな一つになってダンスを楽しんでる感じがすごい良くてでそういうそうですよね普通では知り合えないような人と一緒に好きなことができるっていうのはなんかこう。 僕はインストラクターと見ててああすごいいいことだなって思ってますそうですねいや魅力が今すごくよく分かったような気がします <laughs> ぜひ多くの方に甲府駅の北口よっちゃばれ広場お集まりいただきたいと思いますダンスコンテスト開催されます今日はこのイベントを主催する宮崎光さんと矢崎文彦さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました